ボルボ XC40 はスウェーデンの自動車メーカー、ボルボカーズが製造、販売するコンパクト SUV である。2016年にコンセプト40.1と呼ばれるコンセプトカーで発表。2017年9月21日、XC40 はイタリア・ミラノのファッションウィーク特設会場で発表された。2018年3月5日、 欧州カーオブザイヤー2018にボルボカーズとして初めて XC40 が受賞した。2018年12月7日第39回日本カーオブザイヤーを受賞した。2017年の XC60 に続きに連続での受賞となった。新世代の CMA プラットフォームを最初に導入したコンパクト SUV である。2017年11月からベルギーゲとの ボルボ工場で製造開始、2018年初頭からヨーロッパ、北米、カナダ等で販売が開始される。エンジンは2リッター4気筒ガソリンエンジン搭載モデル、2リッター4気筒ディーゼルエンジン搭載モデルがある。今後、XC42 は新型の1 5リッター3気筒ガソリンエンジン搭載のエントリーモデル車とプラグインハイブリッド車が追加される見込み。 日本では2018年1月26日に XC40T5ODR デザインファーストエディションを全国300台限定で予約注文の受付を開始した。発売は2018年3月である。ありがとうございます。